布を地面に見まして、うん、このままこのこういう穴まんのこと入れたら中に、うん、あの空気の当たり割りがあったりなんかね、うんうんうん、ちょっとなんかずれるとかね、うん、もしこれなんて、これでこれ水分を取ってしまう、ある程度、うん、ある程度均一にこう、うん、すぐ、うん、あるね、ああ、それだけその熱に耐えるためにはそれなりの下準備、これっていうのは、これはね、ワンコーテでも抜かすと、抜かすといやあの時やわとか、なんかこういう君の細かいしまった、うん、まあ並ぶまですよね。そうですね。うん、例えば、ね、あの顔の表情とかね、うん、目がちょっと、うん、うん、プロキャナできたりしてね。うん、顔が変形するんですよね、うん、だから今言われた足の指とか、うんうん、ちょっとダバったりしたらあの、うん、毛の表情にしてもみんな微妙に変わったら、うん、後で仕上げようと思っても難しいんですよね、うんうん、そういうだからそういうことをこう女の締めまでも思いながら、うんうん、だから仕事ってあの、うん、一つ一つの、うん、心を込めて、うんうん、やる大切さみたいな、うんうん、でこの指一本一本にもあの、うん、作品に対して直角に押さえるように、うんうん、あちょっとでもこうやって押さえたら、はい、そういうふうにこう、あ落ちますよね、だんだん変化するからね、うんすべての基本ですよね。その包みを入れるにしても直角にピッと入れるものと横からズドンと入れるものと、うん、そうですね。違いますもんね。うん、なんか逆に言うとこれまでできた時のそのあの、うん、また割って綺麗な時は本当になんかあの、うん、ホッと、ホッと、まあ、嬉しい、ね、やったーという感じです。やったー思わず、ダンダンを拝んでもいいと思う。そう人を見とったらおかしからがいいから。いや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 、本当私その気持ちわかる、うん、できた時のなんていうのやった、うん、自分の達成感、成果のね、うん1ヶ月の成果、うん、はい、まあ、10日っていうかね、うん、あのこういうまでやってるとこってあんまビデオ撮って、うんうん、みんな映すと思うけどね、うん、やっぱまあ意味はまだ何か分からん中ね、うん、大事な工程なんだけどね、うん、しまってきましたね、うんうん、で、布だけで足りんからごめんなさいね、うんうん、こういうあのな普通のタオルですよ。普通のタオルを、うん、まあ手でやって結構汚して、うん、その後こういう粘土汁つけたりとか、うん、うん、めっぺくちゃなくして、だから綺麗なタオルじゃちょっと
真実でね、うん、なんか吸収性の悪いもんね、そうなの、うん、そんな汚い顔がすごいとかこれ一応大事なこういうことをやっとちゃちゃ皆さん知らんでやろう。もう苦しいのかな。うん。その乾いてしまったのにすごく水分を吸い込むよね。そうだね。うん。そうですね。もうすっかんかんやってね、で、この端色、今粘土溶かした、その中にフノリとかそんなの入ってるんですか？端色に、入っていません、全く粘土溶かしただけの、汁ですけど、ここだけ硬くなってるからね、これ持ってても全然下ずらないですよね。これやってなかったらさっきのまま粉末持ってきたらもう動きますから、吸わせますね。粉粉せんべいの寸様、こ
こうやって入れて、新さんの型作ってしまう、手抜き、まあ手抜きじゃおかしいけど、早くやれたら、こういうこと線取って、それで、いや最初からこうやってつけとけば、綺麗やしね。あとで、楽です。後で乾いてしまったらやりにくいがですか、カッチンカッチン。うわ、大変ですよ。ね。ほんと、でも、鋳物は湯道ですよね。どこに、どこに、郊外とか入れて、なんか、あの仏像でも、まずそういうことを頭に入れて、考えて。どうせ。今はだいたい最初にこうやって、なんか僕は仲間でもう、その何層も言うけど、まあ最初から湯道ね、作ってるんだよ、そんなことするのは可愛いけど、だきれいやしね、あのゴミくい言うてね、後で平で削って後、最初からこの人だけやるね。これはこれ分割して、もうそれでいくんだけどね。だからその3つの砂を上手にその箇所その箇所に使い分けてね、それなんかやっぱ無意識の気持ちとか、それでもね、小田金木貼ったやつでも何人かとかはね、やっぱミスするときはないで、まあそれが、この何とも言えないこれの良さか、なんというか、やってるつもりが、なんでこんなところでミスするのかわからないみたいな、ボンミスやでね、